あいつだ。ダリウス、ちゃんと休めてるか？マケドニア、それもカリウドの剣の後ではな。私たちにとってギリシアは安全な場所にはならない。私たちに安息はない。移動を続けなければ。結社はあんたと私の匂いを嗅ぎつけた。長くとどまりすぎたらナタカスは死ぬ。できるのは動き続けることだけだ。たとえとどまりたくてもな。ナタカスはどうした？ことづてのわけはそれだ。どうした？アカイアには遠方へ向かう船を探すために来た。単純な計画だ。だが単純な計画は往々にしてややこしくなった。あの艦隊はパトライ行きだ。他にもいる。何かがおかしい。巡視船は情け容赦なく、海を渡るのは困難を極める。ナタカスは小舟を探しに行ったが戻ってこない。ナタカスに何が起きたか。あれは賢い。影にとどまることを知ってる。大きな軍がアカイアに配備されてるなら、もしかするともう諦めるな。ダリウス、ここで何が起きてると思う？わからないが大事なのは確かだ。ナタカスなら詳細をつかんだかもしれない。なおのこと探さないとな。きっとすぐに見つかる。この道でパトライに行った。ならそこから始めよう。ついてこい。おお、もっと高くからやったこともあるぞ。おい、お前、屋根にいるやつ。なんだ？お前の屋根じゃないぞ。確かに。ついてこい。パトライに行くまでの間に何があったんだ？とにかく見つけよう。見つけるさ、ダリウス。必ず。マケドニアの後、アカイアに来る前、あんたとナタカスは何を？生き延びてた。それは退屈だな。すごい伝説の冒険話で楽しませてくれると期待した。ああ、まあ影の中にいた。人から距離を置いてな。退屈とは安全だ。ダサは冒険はしない。ああ、分かれ道だ。見つけるのは難しいな。逃げる。これは兵士たちのものだ。ナタカスの武器じゃない。もっと探そう。ナタカスの痕跡はないな。あるのは物資と軍の装備だけだ。うまく隠れて動いた。よし。鎧と血の跡か。だが死体はない。ひどいな。ナタカスは急いでいたに違いない。カサンドラ、こっちだ。山へ続く道がある。行こう。ほら、なぜ
ぜナタカスの動きを確信できるんだ。たまにはもっと遠くを見てよく考えるんだな。橋に衛兵がいたな。見ただろう。やたらと目立ってた。ナタカスなら避けたはず。ああ、見えてるよ。始末しろ、カサ。今やってる。そんな必要はない。叩くのみだ。何かを探してるな。奴らの動きを見ろ。血を求めてる。叶えてやる。慎重に行こう。ナタカスがここに隠れてるなら戦いに巻き込まれてしまう。静かに動けば衛兵を一人ずつやれるな。賢い考えだ、わし使い。一掃するぞ。静かにやれ。素早く、静かに。見つかったら厄介だ。身を隠してやる。静かにな、わしさえ。あいつを頼む。見事だ。私がやる。
ナタカス。カサンドラ。また会えると言ったろ。信じろとな。いつも正しいってきついんだろうな。責任を果たすために力を尽くしてる。まあ、会えて嬉しいよ。私も嬉しいよ。面倒事になってると聞いたんだ。馬に飛び乗って助けに来てくれたのか。助けがいるかわからなかったかな。それでも。息子よ。すべきことがあるんだ。母さんを見つけなくちゃ。まだ俺たちの助けが必要な民がアカイアに取り残されてる。兵士は彼らをそう遠くない砦に連れて行った。すぐ向かおう。兵士がさらに来るかもしれない。ここに死体を放置すれば望まぬ注意を引いてしまう。父さんが死体を隠す間に人を集める。取り残された人たちは崖の上の砦にいる。気をつけろよ。母さんを連れてきてちょうだい。お願い。砦に行こう。見つけた。
私の娘を見なかった？あんたの子は山の下にいる。行け。ありがとう。コスモスの願いは叶えた。次はこちらの番だ。嵐の署名。結社とコスモスは共に動いてる。だと思ったよ。山のふもとへ行くんだ。そこにみんながいる。傭兵、ありがとう。赤い矢に長く居すぎた。結社はもう追いつく頃だろう。民には。母さん、娘よ、無事なのね。あ、ゼウス様。戻ったな、カサンドラ。あんたが助けてくれた傭兵ね、礼を言うわ。くれたよ。取り残された民をボーラに避難させるわ。そう遠くない村よ。私は長いことアカイアにいる。ここは何かが変わってしまったわ。危険が迫ってきてる。嵐と呼ばれる者への手紙を見つけた。その名を知ってるな。アカイアの者なら嵐を知ってる。エーゲ海を航海した司令官で冷酷な女よ。彼女と対峙して生きてる者はいない。あの怒り、ポセイドンさえ恐れてる。嵐の怒りから逃れられない人々を村に置いてる。でもずっとは無理。港は封鎖され、兵士がこの地域を徹底的に調べてる。彼らをアカイアから逃がすために動いてはいるけど、
手を貸せるなら傭兵ボーラに会いに来て。まだ言ってないことがあるようだな。それはいい。結社がここにいるんだ。奴らはマケドニアでの我々の行いに腹を立ててる。アモルゲスは汚らし者の手による狩人の死を忘れない。奴の狡猾さはどんな刃よりも鋭い。奴はもうここにいて我々を見てるかもしれない。動きや選択から学び弱点を探してることだろう。あらゆる人たちがギリシアの内外からやってくる。商人に農民、船員やごく普通の市民まで。彼らは皆囚われ、マケドニアのことを尋問されてるんだ。結社は俺たちの居場所を探り当てようとしてる。彼らには助けが必要だ。これは俺たちの戦いじゃないって。危険は犯せないか。我々は無力だ。嵐がまだ力を持ってるならな、あの女を徹底的に叩け。民を家に返す方法はそれだけだ。取り掛かろう。どう動くんだ。パトライには嵐の軍勢が溢れてる。俺は閉鎖された港について調べよう。嵐のこともな。あの女、クレタ。彼女は全てを話したわけじゃない。だが彼女やボーラの人にはあんたみたいな人が必要なんだ。なら彼女を訪ねよう。親父さんは退場の仕方がうまい。どこ行ったんだ。パトライである手がかりを追ってる。港の近くにある船を探してくれ。そこに小さな隠れ家を作った。私たちを相手にしたら嵐に勝ち目はない。彼女を破れば。あんたはギリシアに二度と戻らなくていいんだな。俺は港に行って嵐を追い詰める。結社から送り込まれた者が奴一人のわけはない。他に目を光らせておこう。また後でカサンドラ。またな。トライでダリウスとナタカスを見つけるか、あるいはボーラでクレタを探すか。